どうも、あいちです。今回は特に受験生に向けてですね、冬休みにどうしてもこの一つだけはやってほしいっていうことを伝えていきます。というか、冬休みというか今日からやっていってほしいことではあるんですけど、まず調べてほしいことがあります。何かっていうと、センター試験を受ける方だったり、高校入試だったらまず私立入試が1月に来ると思うので、私立入試、この入試の時間を調べてください。これは一科目何分っていう時間ではなくて、実際に何時何分から何の科目がある、科目までわからなくていいので、何時何分から試験が始まって何時ぐらいまでに終わるよっていう、その時間を調べてください。センター試験とかは調べればすぐわかると思うんですが、もし高校入試の方でなかなか調べても出てこないっていう方は、先輩に聞いたり、学校の先生ですねに聞いてください。これは厳密にぴったりじゃなくてもいいです。だいたいこのぐらいの時間という調べ方で構わないので、これをまず調べます。で、なんでそんなことを調べるかっていうと、冬休みみんなが入試本番、つまり入試で脳を使ってる時間ですよね。その時間に合わせて勉強するっていう生活リズム、ちょっと噛みました、生活リズムを作ってほしいんです。冬休みに限らず長期休みっていうのはどうしても夜型になりやすいです。しかも冬休みっていうのは年末年始があるので夜更かししちゃうんですよね、あのタイミングで。で、年始になった時に三が日、やっぱ1月1日から3日までっていうのは、全体的にちょっとまったりしますよね。仕事も休みになるので、親御さんもねっていう方が多いと思うので、生活リズムがその年末年始、年越しの瞬間で夜更かしで崩れて、ダラダラって崩れるんですよ。でも生活リズムっていうのは崩すのめちゃくちゃ簡単ですけど、整えるのってすごく大変なんですよね。3日4日生活リズム崩したら、おそらく直すのに1ヶ月ぐらいかかりますってぐらいに生活リズムって大事なんですよ。今回動画の冒頭で、今日からね意識してほしいっていう話をしたんですが、これ今すでに夜型になってる方いらっしゃると思うんですよね。で、夜型から朝型に切り替えるのってめちゃくちゃ大変なんですよ。スイッチをピッて入れ替えてパッて切り替わるような、そんな簡単な話じゃないんですね。なので今日から徐々に徐々に早めてください。2時寝てる方がいきなり12時は厳しいです。だから1時半とか1時とか、刻み方は人それぞれあると思うんですけど、徐々に徐々に寝る時間を早めましょう。そしてどんなに夜型になっている方も、学校ある方っていうのは朝は早く起きなきゃいけなかったはずです。睡眠時間が短くなってるけど、で、朝起きる時間は変えずにいきましょう。冬休み入っても同じような時間できっちり起きていく。ただ睡眠時間をしっかり確保することのメリットは大きいので、夜遅くまで起きてた方は徐々に徐々に早めていって、冬休みね、塾とか予備校ある方多いと思います。冬季講師もいっぱいあるので、なので意識しなくてもその入試の時間に勉強しなきゃいけないんだよっていう方もいると思うんですけど、そうじゃない方もいると思うので、ぜひ冬休み約2週間あります。この2週間、14日間をリズムを崩すことなく整えて冬休みを終えましょう。冬休みが終わったら入試なんてあっという間です。すぐやってきます。なので冬休みで整えたリズム、そのまんま入試本番まで行きましょう。リズムが、生活リズムがね、整っているとメンタルも安定しやすいです。入試当日にいいモチベーションで入試に臨むこともできますので、ぜひ今日から生活リズムを意識して、冬休みいいね、いい冬休みにして、いい入試、いい入試というか、いいモチベーションで入試に臨めるように今日からやっていきましょう。